皆様おはようございます。ただいまの出席議員は17名で定数を超えておりますので、これより本会議を再開し、直ちに会議を開きます。お手元の議事日程により議事に入ります。日程第1、これより各委員長から審査報告を求めることにいたします。議案第2号を議題といたします。総務産業常任委員長の報告を求めます。13番小沢昭一議員。小沢昭一議員、ご指名をいただきましたので、総務産業常任委員会に付託されました議案第2号について、審査の結果及び経過についてご報告申し上げます。当委員会は12月14日に開催し、慎重審査の結果、全一致をもちまして、原案の通り可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第2号、塩尻市組織条例等の一部を改正する条例については、第6次塩尻市総合計画の基本戦略の効果的に推進するとともに、将来を見据えた自治体経営を行うため、組織機構を再編することに伴い、必要な改正をするもので、市長の権限に属する事務を分省するために置く内部組織を4部4事業から9部とするもの、また、市民生活事業部を市民地域部に、健康福祉事業部を健康福祉部に、産業振興事業部を商工観光部に、建設事業部を建設部に、障害学習部を交流文化部にそれぞれ改称するとともに、新たに農林部を設け、各部および各事業部の文章事務を再編するものとの説明を受けました。委員より、事業部へ一般財源を配分する包括予算制度は継続するのかとの質問に、事業部による自律的な予算編成と財源配分された中での調整というマネジメント方式は、これまでの事業部制の成果であり、本市の特徴的な取り組みであるため、継続していく考えであるとの答弁があり、委員より人権擁護委員男女共同参画審議会の関係を企画課に移管するとの説明を受けたが、社会教育スポーツ課が行っている市民の集いや DV 相談などはどうなるのか、特に相談は市役所の3階へは相談に行きにくいとの質問に、人権教育や啓発は社会教育スポーツ課内へ引き続き残る予定である、豊かな心を育む市民の集いなどは双方で連携し進めるよう検討を行っていく、 DV 等女性相談については市民目線で相談がしやすい部署で行えるよう検討していきたいとの答弁がありました。また委員よりゼロカーボンやグリーントランスフォーメーション推進プロジェクトはどのような位置づけや文章事務になるのかとの質問に、当分の間設置する組織として組織規則で位置づけていく予定である、文章事務としては生活環境課環境係の地球温暖化対策に関することや再生可能エネルギー省エネルギー等に関すること等を移管し、部局横断の取り組みを推進するとのことを想定しているとの答弁があり、委員より子ども教育部には保育園等の児童福祉に関する事務もあるが、認定子ども園は教育にも関わる、教育委員会との住み分けなどはどのように行っているのかとの質問に、保育所は従来は児童福祉の位置づけが強かったが、認定こども園などの制度創設など幼児教育との関連も近年強くなっており、完全に分離した運営は不都合となっているため、本市では子ども教育部として市長部局、教育委員会、また福祉事務所などとの併任を行うなどにより対応しているとの答弁があり、これを了承しました。
以上申し上げ、総務産業常任会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第2号を採決いたします。お分かりいたします。委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。次に議案第3号、第18号および第19号の3件を一括して議題といたします。社会文教常任委員長の報告を求めます。9番樋口千代子議員。樋口千代子議員。ご指名をいただきましたので、社会文教常任委員会に付託されました議案第3号、第18号および19号につきまして、審査結果および経過をご報告いたします。当委員会は12月15日に開催し、議案第3号、第18号および19号につきましては、慎重審査の結果、全員一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第3号、塩尻市園例体験学習の家条例の一部を改正する条例は、施設の利用促進および運営の効率化並びに利用者へのサービスの向上を図るため、民間事業者等の能力を活用する指定管理者制度を塩尻市園例体験学習の家の管理等に導入することに伴い、必要な改正をするものとの説明を受けました。委員より利用料の設定について、料金が値上がりすると利用者が減少する懸念があるがとの質問に、宿泊費の設定についてはコロナ前3年間の維持管理費用について、宿泊者1人当たりに要するコスト基準単価シートを用いて算出した。また近隣の公共宿泊施設の料金も参考にした。従前より値上がりはするものの、引き続き安価であり、利用者の増加に向け PR していきたいとの答弁があり、委員より指定管理者の候補は宿泊業者を想定しているのかとの質問に、今回の条例制定後に公募を行う。今後は指定管理者の指定の議決をお願いする予定である。新年度の早い段階から運営できるよう手続きを進めていきたいとの答弁があり、委員より休館日と利用時間を規則から条例移行した理由はとの質問に、指定管理者に関する市の例記では条例で定めているものが多いため統一を図ったとの答弁があり、また委員より利用料の設定について、高校生が従来の小中高生の区分から大人の区分になった理由はとの質問に、現状の利用者はほぼ小学生となっており、高校生の利用形態を鑑みる中で今回の区分設定としたとの答弁があり、これを了承いたしました。議案第18号、塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例は、戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするものとの説明を受けました。委員より、戸籍の広域交付はコンビニでも交付を受けることが可能かとの質問に、コンビニでは
戸籍の広域交付は受けられないとの答弁があり、委員より窓口であれば出生から死亡まで一括で交付を受けることができるかとの質問に、本人及び直系親族に限るが一括交付できるとの答弁があり、これを了承しました。議案第19号塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の公布により、一部改正される地方税法が令和6年1月1日から施行されることに伴い、必要な改正をするものとの説明を受けました。委員より、出産予定、または出産した被保険者にかかる産前産後期間の国民健康保険税の減額について、死産の場合も対象になるかとの質問に、妊娠85日以上であれば死産、流産も対象になるとの答弁があり、これを了承いたしました。以上を申し上げまして、社会文教常任委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第3号第18号および第19号の3件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり、決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、以上3件は原案のとおり可決されました。次に、議案第5号および第8号から第11号までの5件を一括して議題といたします。総務産業常任委員長の報告を求めます。13番小沢昭一議員。小沢昭一議員。ご指名をいただきましたので、総務産業常任委員会に付託されました議案第5号および第8号から11号までの5件について、審査の結果および経過についてご報告申し上げます。当委員会では、この5件について慎重審査の結果、全一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第5号塩尻市地場産業振興センターの指定管理者の指定については、塩尻市地場産業振興センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるもので、塩尻市地場産業振興センターの指定管理者に一般財団法人塩尻基礎地域地場産業振興センターを指定するものとの説明を受けました。委員より地場産センターのワインと日本酒の品揃えは市内でも群を抜いているが、ワインエキスパートなど資格を持った職員がいることによりワインや日本酒の良さのアピールも可能となる、そうした人的配置の考えはないかとの質問に、地場産業センターではワイン、日本酒の知識を得て販売促進につなげることは重要と認識しており、現在ワイナリーの醸造担当者を招いたイベントを開催するなど、作り手の思いをユーザーに届ける取り組みも行ってきている。引き続き販売促進につなげる施策について積極的に展開していきたいとの答弁があり、委員より地場産センター内のシアターについて今後の活用の方向性はいかがかとの質問に、
シアターの稼働率が低いことは承知している。財団とともに活用策を検討する中で、奈良川地区内の公共施設の在り方検討も含め、より良い活用策を検討していきたいとの答弁があり、これを了承しました。次に議案第8号松本広域連合の処理する事務の変更及び松本広域連合規約の変更については、松本広域連合広域連合庁から協議を求められた同広域連合の処理する事務及び規約の変更について、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決を求めるもので、松本広域連合の処理する事務のうち、形骸化している広域的なごみ処理の対応に関する事務を削るものとの説明を受けました。受け、これを了承しました。次に議案第9号訴えの提起については、市営住宅の明け渡し等の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるもので、市営住宅の家賃を長期にわたり滞納し、再三にわたる催告によってもこれを支払わなかったため、市営住宅の明け渡し並びに滞納家賃及び損害金の支払いを求めるものとの説明を受けました。委員よりいつから滞納があるのか、また何ヶ月滞納したら催告を行うのかとの質問に、令和2年から滞納が始まっている、3ヶ月以上滞納した場合に督促をするとの答弁があり、委員より、置いたままの家具や家財は判決が出なければ処理できないのか、契約には入れられないのかとの質問に、契約上はまだ入居している状態になっているため判決が出なければ処理できない、明け渡しを行うため今回訴えの提起をし、明け渡しの判決後に強制執行をして処理していくとの答弁がありました。また委員より、保証人の責務はどうなっているのか、保証人は債務の責任は負わないのかとの質問に、市営住宅の場合は連帯保証人ではなく保証人となっており、保証人も債務の責任を負うが、保証人の場合は主債務者に請求するよう主張できる催告の抗弁権があり、あるため連帯保証人と違ってすぐには債務は履行されないとの答弁があり、これを了承しました。なお委員より、保証人の責務を明確にすべきではないか、入居時の保証人が何年か経っても引き続き保証人として現存しているのかの確認は必要ないのか、県営住宅は保証人の要件を廃止している、市営住宅も検討してはどうかとの意見がありましたので、合わせて報告いたします。次に議案第10号和解および損害賠償の額の決定については、和解を成立させ損害賠償の額を決定することについて、地方自治法第96条第1項第12号および第13号の規定により議会の議決を求めるもので、令和4年3月17日付私有財産売買契約に基づき、市が相手方に売却した塩尻市大和広岡野村の土地について契約時に確認できなかった埋設物が売却後に造成工事中に発見され、その処分費用として請求された308万円について、市は相手方に対し解決金として154万円の損害賠償の額を支払う義務があることを認め、令和5年12月29日までに支払うものとの説明を受けました。委員より、以前の所有者から寄付を受けるとき埋設物の有無についての説明はあったのかとの質問に、寄付を受けたときには埋設物に関しての説明はなかった、また市が売却するときの調査において関係者への聞き取りでは、埋設物があるとすれば浄化槽ぐらいで他の埋設物があるとの話は聞いていなかったとの答弁がありました。委員より、相手方との合意はとの質問に、合意しておりそのための合意書を取り交わし議決をもって成立することとなるとの答弁があり、これを了承しました。次に議案第11号指導路線の廃止及び認定については、
指導路線の廃止及び認定について、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるもので、3路線を廃止し、新たに8路線を認定するものとの説明を受けました。委員より、歯科大東の交差点はどういう形になるのかとの質問に、これまでは変則5車路の交差点形状であったが、一部車両規制をかけて交差点から進入できないようにし、自由路線となるよう、形状変更を行ったとの答弁があり、これを了承しました。以上申し上げ、総務産業常任委員会の審査報告を報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第5号及び第8号から第11号までの5件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり、決することに合意にありませんか。合意なしと認めます。よって、以上5件は原案のとおり可決されました。次に、議案第6号及び第7号の2件を一括して議題といたします。社会文教常任委員長の報告を求めます。9番、樋口千代子議員。樋口千代子議員。ご指名をいただきましたので、社会文教常任委員会に付託されました議案第6号および第7号につきまして、慎重審査の結果、および経過、審査結果および経過をご報告申し上げます。議案第6号および第7号につきましては、慎重審査の結果、全員一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第6号、塩尻市ふれあいセンターの指定管理者の指定については、塩尻市ふれあいセンターの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244号の2、第6項の規定により、議会の議決を求めるものとの説明を受け、これを了承しました。議案第7号、塩尻市吉田西防災コミュニティセンターの指定管理者の指定については、塩尻市吉田西防災コミュニティセンターの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2項に、第6項の規定により、議会の議決を求めるものとの説明を受けました。委員より、指定管理者の指定の相手方は、吉田地区会長の村田氏がずっとやっているのかとの質問に、吉田地区は1区から5区で構成される認可遅延団体であり、区長会長が認可遅延団体の長となっている。役員交代時には認可遅延団体の代表において代表者の変更を行うことで委任の継承がされるため議決には影響ないとの答弁があり、これを了承しました。以上申し上げまして、社会文教常任委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。
議案第6号および第7号の2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上2件は原案のとおり可決されました。次に議案第4号を議題といたします。庄尻市総合計画特別委員長の報告を求めます。18番中村勉議員。中村勉議員。ご指名をいただきましたので、塩尻市総合計画特別委員会に付託されました議案第4号について、審査の結果及び経過をご報告申し上げます。当委員会は12月18日に開催し、慎重審査の結果、全一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の主な経過を申し上げます。議案第4号、塩尻市総合計画長期戦略を定めることについて説明を受け、委員より自由討論の中で意見がありました。委員より長期戦略が掲げる内容を実現するとともに、本市の将来にとって出生数の減少など少子化は最大の懸念であるという市長の危機感を受け止めた。これを緊急課題として克服に向けた展開を図っていただきたい。3つの基本戦略に沿って、未来共有として結婚・出産・子育て・教育と切れ目ない施策展開のため、行政サービスを受ける側・担う側双方の幸福度の向上を求める。競争循環として稼働など新しいライフワークバランスの先進的な取り組みをさらに進めるとともに、地域公共交通の推進や林業再生といった GX ・DX のスピード感ある展開をして先進的な取り組みをお願いしたい。安心共生については、地域社会地域福祉など一人一人の市民満足度に直結する分野は困難を極める。どこまでも市民に寄り添う姿勢の徹底をお願いしたい。委員より市民幸福度を最上位に掲げるなど理念を評価共感できる内容であり、実現に向けて困難や挑戦を伴うことと思うが、しっかり進めていただきたい。基本戦略にゼロカーボンや DX が入り、また安心共生についての記載も概略賛同できる。ただし医療に関しては不安があるとことが事実であり、中期戦略において議論を進め、数年後に市民に見える形で成果が示せるよう取り組んでいただきたい。委員より長期戦略の内容に異論はない。ただし市民は具体的にどのように展開していくかさらに知りたく思っている。難しさも承知しているが、長期戦略に掲げる9年先の姿と合わせて、中期戦略などで具体的な取り組み事項、そして財源的裏付けを市民に分かりやすく示していただきたい。委員より内容として非常によく構成されていると感じ感謝したい。だからこそ長期的理想だけで終始していかないよう今後が重要である。策定に携わった若い世代の職員が計画がどのように実行実現されていくか常にチェックし見直していくなどの取り組みが必要である。多様性の時代の中、市民と共に作る実現することは非常に大変だが、前向きに巻き込んでいく土台を作っていただきたい。計画実行実現には現実としては財源予算が必要になるため、税収をいかに増やすかを検討いただきたいなどが主な意見でありました。以上申し上げ、塩尻市総合計画特別委員会の審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。
討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第4号を採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。次に議案第12号を議題といたします。予算決算常任委員長の報告を求めます。14番篠原俊博議員。篠原俊博議員、ご指名をいただきましたので予算決算常任委員会に付託されました議案第12号について審査の結果をご報告申し上げます。当委員会は12月18日に開催し、慎重審査の結果全員一致をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。以上申し上げ予算決算常任委員会の、審査報告といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第12号を採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。次に議案第13号から第17号までおよび第20号の6件を一括して議題といたします。予算決算常任委員長の報告を求めます。14番篠原俊博議員。篠原俊博議員、ご指名をいただきましたので予算決算常任委員会に付託されました議案第13号から第17号まで、および第20号の6件につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。各議案につきましては、慎重審査の結果いずれも全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上申し上げ予算決算常任委員会の審査報告といたします。一括して質疑を行います。ありませんか。ないので質疑を終わります。一括して討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。議案第13号から第17号までおよび第20号の6件を一括して採決いたします。お諮りいたします。委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって以上6件は原案のとおり可決されました。以上をもって本定例会の日程は全部終了いたしました。この際市長から挨拶をお願いいたします。市長。百瀬市長。
閉会にあたりましてお礼のご挨拶を申し上げます。去る11月29日に召集いたしました12月定例会は本日をもって閉会となります。ご提案申し上げました各議案につきましては慎重かつご熱心にご審議を賜り、いずれも原案のとおりお認めをいただき厚くお礼を申し上げます。本定例会でお認めをいただきました物価高騰対策の事業につきましてはスピード感を持って推進するとともに、今後も国や県の動向を注視し、引き続き審議支援を必要としている市民の皆様や事業者に対し的確な施策を講じてまいります。また代表質問並びに一般質問、各委員会審査でいただきました市政全般にわたってのご意見ご提言につきましては、今後の市政運営の中にできる限り反映をしてまいります。現在令和6年度の予算編成作業を進めているところでありますが、令和6年度は地域の未来への投資戦略と位置づけた第6次総合計画の初年度となる重要な年であります。予算編成にあたっては新たな総合計画に基づく施策及び市長マニフェストの推進、原油価格物価高騰への対応、 DX の推進、ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みの推進、公共施設の長寿命化の計画的な推進及び財源の確保の6項目を柱として戦略的な事業展開を図ってまいります。今年も残りわずかとなりました。気象庁が12月19日に発表しました関東甲信地方の来年1月から3月までの天候は、平均気温は平年より高めで、降水量は低気圧の影響を受けやすく平年並みか多いと見通ししております。例年通り積雪時における万全な対応に備え、関係機関との調整を進め、危機管理体制の強化を図ってまいります。議員の皆様方におかれましては、健康に一層ご留意をされ、今後のますますのご活躍をお祈り申し上げまして、本定例会のお礼、また今年1年のお礼の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。以上をもちまして、すぐる11月29日から23日間の会期をもって開催されました令和5年塩尻市議会12月定例会は、これをもって閉会といたします。誠にお疲れ様でした。